皆さん、こんにちは。リコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が BMSG ニュース。2つ目が BMSG スケジュール5月23日から30日分。3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめです。この動画は BEFIRST とマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。 b ファーストやマーゼルのスケジュールも随時配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。はい。ではまず一つ目、BMSG ニュースをお届けします。まずはノベルコア君のお話です。 先週末開催されたメトロック、こちらでめちゃくちゃ嬉しい出来事がありましたので、ご紹介させていただきます。すでにご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、このメトロックにも出演されていたハイドさんが、今気になるアーティストとしてノベルコアくんをあげてくださったそうで、なんとなんとノベルコアくんのライブを見に来てくださっていたということで、めちゃくちゃ嬉しいですね。 そしてライブが終わった後にご挨拶もできたということで、ハイドさんとジ・オヤル・シガレッツの山中拓也さん、そしてノベルコア君3ショットで写真を公開してくれていましたね。いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。 私 YouTube でお話ししたことがあるかどうかはちょっと覚えていないんですけれども、実は中学生の頃めちゃくちゃラルクファンだったんですね。今 BMSG を押してるのと同じかそれ以上ぐらいの熱量でラルクを応援していたので、このハイドさんとコアくん、そしてヤマタクさんとの写真は私の宝物になりました。 コウんもハイドさんの隣でラップをするという夢ができたというふうに話をしていたので、いつかこのお二人がステージの上で共演する姿を私も見たいなと、本当に楽しみにしています。はい。そして二つ目、アイルザ・ショータさんの話ですが、先週もご紹介させていただきました、スノークさんのバブルフィーチャリングアイルザ・ショータ。 こちらの楽曲、先週、ビルボードの TikTok Weekly Top 20にて、第12位に初登場でランクインしたというお話をさせていただいたんですけれども、なんとなんと今週はそこから8ランクもアップして、第4位にランクインしているということです。おめでとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。 エディーボーイのお友達もそうでしたし、ここから TikTok でどんどんとバズっていってほしいなというふうに、とても期待をしているところです。はい。そして3つ目。こちらはサムネに掲載した件になります。5月29日、そして6月5日の2週にわたって、アパートメント B にエンドリー・ケリーさん、つまり堂本つよしさんが出演するということです。楽しみすぎますね。 エンドリー・ケリーさんと BMSG アーティストということであれば、例えば雑誌の音楽と人で対談が掲載されていたこともあったかなというふうに記憶しているんですけれども、なんとなんと今回は地上波のテレビで共演ということで本当に嬉しいですね。どうやら BMSG からはスカイハイさんとカイリュウくん、ランくんが出演するようです。どんなお話が聞けるのかとっても楽しみです。 はい。そして先週の情報になりますが、5月17日に JWave で放送されましたミュージックブルームこちらで豆腐ビーチさんとアイルザショ s タさんのトークが公開されています。そして5月21日に発売された雑誌ムジカ6月号。こちらにて BMSG ポッセがバックカバーを飾っています。はい。BMSG ニュースは以上です。続いて BMSG スケジュールをお届けします。 5月23日木曜日、本日23時59分で販売終了となりますのが、ニッシー×スカイハイストーミーのデジタルフォトブック。こちらは各ファンクラブ会員限定となりますが、こちらが販売終了となります。5月24日金曜日、18時から q j ウェブにて QJ カメラ部、ルイ・機イカノンの連載が公開されます。 そしてそしてこちら見逃せないですね。21時から YouTube にてノベルコアヒーローツアー2024ゼップ羽田公演が全編無料公開されるということです。本当にこれとっても楽しみですね。こちらの公演にはゲストとしてアイルザショウザさんであったり、ヒナさん、そしてアユムイマズさんも出演されているということですので、私もこれ見たいなと思っていたライブなので、 明日の夜をとても楽しみにしています。そして21時からノベルコアブレインランドのチケット申し込みが始まります。SNS 先行受付6月2日までです。22時からは FM 横浜にて08、レイコがゲストで生出演します。25時30分からは JWAVE にてノベルコアのターニングバック。ゲストは先週に引き続きツタヤコイチさんです。 いや先週の放送では、つたやさんの振動っぷりが明かされていましたね。5月25日土曜日、午前10時からチケット発売となりますのが、レイコファーストファンミーティング、So Good With You、こちらのチケットが一般発売となります。12時からチケット申し込みがスタートしますのが、ノベルコア君が出演するジョインアライブ二千2024、プレイガイド先着受付がスタートします。 そしてこの日、神戸メロークルーズ2024が神戸メリケンパークで開催されますね。25日の土曜日は BMSG から13時にノベルコア、そして15時からはトーフビーチさんのステージにアイルザ・ショウタさんが出演します。23時からは JWAVE にてスカイハイさんのダイブトゥーザニ h ー n ールドです。5月26日日曜日、 午前10時55分から NHK 総合にてみんなの歌エディボーイスーパーヒーローです。そしてこの日神戸メロークルーズ2日目が開催されますが、BMSG からは12時20分から BMSG ポッセが登場です。新生 BMSG ポッセとしての初めてのライブということになりますのでめちゃくちゃ楽しみですし、来週リリースされるガールフレンドももしかしたら聴くことができるかもしれませんね。 16時からは FM 横浜にてサンセットブリーズ。こちら、レイコが日曜日に聞きたい曲をセレクトしてくれます。FM 横浜さんであったり、サンセットブリーズさんってものすごくレイちゃんのこと押してくださってるなという風うにとても感じていて、本当に嬉しいですね。そしてこの日チケットの締め切りが3つあります。1つ目、ノベルコア君出演のザ・ミュージックエスト2024オフィシャル3次選考。 二つ目、BMSG ポッシ出演のビートアックスボリューム4オフィシャル2次抽選選考。そして三つ目、アイルザショータワンマンツアー 2024E プラス最速プレオーダー。こちらの三件が締め切りとなります。24時からは FM802 でスカイハイさんのダイブトゥーザニーワールドです。5月27日月曜日。 午前8時55分から NHKE テレにてみんなの歌エディーボーイスーパーヒーローです。5月28日火曜日午前10時55分から NHK 総合にてみんなの歌エディーボーイスーパーヒーローです。12時45分から NHKE テレにてみんなの歌エディーボーイスーパーヒーローです。19時30分からはレイコインスタライブが開催されます。 そして現在、レイちゃんの YouTube 新シリーズのタイトルというものが各 SNS で募集されていますけれども、こちらの X での投票がこの日20時29分で締め切りとなります。21時からはブロック FM にて、アイルザショータプレゼンツ、アイのステーションです。5月29日水曜日、この日は BMSG ポッセの新曲、ガールフレンドが ブルムースレコーズよりデジタルリリースされます。楽しみですね。すでにプリセーブ、プリアットの受付がスタートしておりますので、ぜひぜひお早めにご登録ください。午前8時55分から NHKE テレにてみんなの歌エディーボーイスーパーヒーローです。23時59分でチケット締め切りとなりますのが、ノベルコアアイルズショータエディーボーイ出演の ラッキーフェス、こちらの第4次選考が締め切りです。24時58分まで TVer にて配信終了となりますのがアパートメント B の第4話です。そして24時59分からは日本テレビ、長崎国際テレビにてアパートメント B 第5話、放送終了後 TVer で配信があります。 先ほどお話ししました通り、エンドリー・ケリーさんの出演で、BMSG からはスカイハイさんとカイリュウくん、ランくんが出演します。25時29分からは、Hulu にて、アパートメント BHulu 特別版が配信スタートとなります。5月30日木曜日、午前10時55分から、NHK 総合にて、みんなの歌、エディーボーイ・スーパーヒーローです。はい、今週のスケジュールは以上です。 続きまして BMSG アーティスト出演予定ライブ情報のまとめに行きます。1ページ目は特に変更追加などありませんので、必要な方は各自ご覧になってください。2ページ目に行きます。8月18日日曜日、ZOZO マリンスタジアム幕張メッセで開催されますサマーソニック2024東京会場。 こちらに BMSG ポッセの出演が新しく発表されていますね。先日から B1st の出演は先に発表されていまして B1st がマウンテンステージのメインアーティストを務めるということでとても話題になっていましたが BMSG ポッセの出演も新しく発表されています。 そして8月18日の東京公演についてはチケットが残りわずかというふうに表示されていますので、こちらご希望の方はお早めにお手続きください。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。